集でございます。もともとよさこいは高知県を発祥とし、戦後の早期復興、五穀豊穣を祈念して生まれた民衆のお祭りでした。そこには明日を願い、目の前の人、そして未来の幸せを願う気持ちが必ずありました。よさこいの歴史はまだまだ70年弱でございますが、この九州にもその思いが連鎖し、今こうして私たちは踊ることができています。こちらの亀岡神社様、この土地を守ってくださった先代の皆様が祀られている大切な場所で、今日この日踊らせていただけることを感謝いたします。祈りとは、私たちの生きる喜びと明日への希望、決意だと私たちは考えています。世の中がどんなに低迷しようとも、私たち一人一人が今をしっかりと生きて、諦めず他者への思いやりと愛を持ち、命をつないでいくこと、よさこいに祈りを込めて踊らせていただきます。構え、thank you.
守れ。